こんにちは、梅です。2022年7月オープン、人気の東京湾岸エリアのカジュアルリゾートホテルはいかがでしょうか。露天風呂、サウナも充実の天然温泉の大浴場もあり、ゴー新交通ゆりかもめ市場前駅です。分かれ道、さて今回のプランはラビスタ東京ベイ、朝食付きスタンダードフロアです。改札を出て右へ、改札からビルを抜けるとすぐ見えるラビスタ東京ベイは2022年7月9日グランドオープン。ラビスタはスペイン語で眺望、キャッチフレーズは東京ベイ、美しい眺めのアーバンリゾート、進化する街豊洲、温泉夜景でパワーチャージ。開業から1周年の新しい人気ホテルです。カフェオアシス、ラビスタ東京ベイ豊洲店、ゴー。客室数582室、入って正面ラビスタ東京ベイ、広々としたフロント階、左に長いカウンターのフロント、長い大きいディスプレイがあり、13時30分よりクロークにて受付整理券が配布されます。整理券の記号により手続き時間を振り分けしているようです。近くの飲食店、改札を左に出て降りたところ、江戸前城下町、外でも中でも食べられる豊洲市場青果棟、青果棟のお店は14時現在すでに終了。六街区水産仲卸売場棟3階、お寿司からうなぎ、とんかつ、中華などすでに終了していたり行列していたり、おいしそう。2024年2月1日グランドオープン予定、先客万来施設。チェックイン、アーリーチェックインから整理券順にチェックイン開始。一部屋で補助金の手続きなどなければ、アプリによる機械でのチェックイン、チェックアウトも可能。8台、クローク前に江戸お菓子横丁、グッピーラムネ、黒棒名門、パイン飴、ティーバッグ、ペパーミント、ダージリン、ピーチ、アップル。アメニティコーナー4ブロック。歯ブラシ以外のアメニティはロビー階と14階。ヘアゴム、シャワーキャップ、レイザー、ヘアブラシ、くし、綿棒。ロビー階の奥から出られるテラス。気持ちいい。下は豊洲ぐるり公園。釣りしてる人いるね。ぐるり公園から見たホテルです。お部屋へ。エレベーターではカードキーをタッチ。客室エレベーター6機。それでもチェックアウト時には低層階から乗れなかったりする巨大ホテル。エレベーターはカードキータッチしてから階ボタン押す式。ロビー階から14階まで。エレベーターはシースルーで東京湾が一望できます。エレベーターを降りて廊下です。廊下は狭め、近代的というか無機質というか、でもとても綺麗。カードキータッチでオープン。スタンダードフロア、ツイン23平方メートル。カードキーを入れて電源オン。消臭スプレー、外履きスリッパ、靴べら、傘立て、すぐに洗面所、鏡、木製ハンガーに室内用スリッパ、ティッシュ、電源コンセント、シングルレバー、混合水洗、フェイス&ハンドソープ、コップ、ハンドタオル、下に脱衣かご、引き出しに歯ブラシ、ドライヤー、パナソニックユニティ、ツインベッド、幅100センチ×縦195センチ2台。ホームページによるとコンセプトは快適な滞在を約束するスタイリッシュな客室、木製ハンガー、さらに4空気清浄機、テレビ、横開き、天気式セーフティーボックス、容量十分。
温泉行きのバッグ。すでにバスタオルとフェイスタオルが入っていて、肌触りのいい館内着。ミネラルウォーター。館内サービス案内 QR コード、フリー Wi-Fi、 コップ、マグカップ、電話、メモ、アクセサリートレイ、ティッシュ、湯沸かしポット、カウンターテーブル、ワーキングデスク、椅子、ソファー、コーヒーテーブル、ナイトランプ、調節ダイヤル、タオル掛け、通路が道民院より広い、枕元に通常電源コンセントに USB コンセント1、エアコンコントロール、照明スイッチ、目覚まし時計、非常灯、掛け布団はシーツすっぽりのデュベスタイル、ナイトランプ、トイレ独立、スリッパ、抹茶の香りのトイレットペーパー、ハンドタオル、トイレの隣がシャワーブース、バスなしシャワーブースのみ。もちろんバス付きのお部屋もありますよ。でもまあ温泉あるしね。サーモスタット混合水洗、ポンプ式シャンプーコンディショナー、ハンドシャワー、冷蔵庫は冷凍コーナーあり、中身なし。ランチと釣り、夜泣きそばを楽しみに遅いランチ、早い夕食を食べます。入るとき見えた1階のカフェオアシス、ラビスタ東京ベイ豊洲店。モーニング、ランチ、グランドメニューと何かしら終日食べられるのでありがたい。営業時間も7時30分から21時と長く、ボリュームもあり、テイクアウトも OK。 ロビー階からさらに下に降りると豊洲ぐるり公園、エレベーターもあり、そこから少し階段で降りれば水辺、釣り場です。豊洲ぐるり公園は敷地面積は 15.2 ヘクタール、東京ドーム 1.8 個分、全長 4.5 キロあり、江東区内の公園の中では最大規模です。釣りに関しては巻き絵、ジェット天秤、トリックさびき、大きく振りかぶるような投げ釣りが禁止です。ホテル下の豊洲大橋あたりで暗くなるまで粘って、少し悲しいお知らせです。はじくんだけ。夜泣きそば。会場はロビー階のレストランサチで無料提供。カップ麺をもらって部屋で食べることもできる模様。15分前に来て10番目くらい。混雑緩和のため、お一人様一杯ずつ、おかわりの希望は再度お並びください。なるほど、大盛りはなし、トッピングは自分で。ネギ、海苔、メンマ、ネギチャーシュー、練り梅の5種類。食堂は広々、お水はあり。持ってきました、おいしそう。目の前で茹で上がりの麺、最高においしい。ネギチャーシューはピリ辛。ごちそうさまでした、満足です。温泉。14階には大浴場、スカイバー、エステティックサロン、プール、アスレチックジムがあります。アメニティボックス、女湯には暗証番号が必要。利用時間は15時から翌朝10時。サウナは深夜1時から5時までクローズ。露天風呂もあり。混んでいましたが、綺麗で広くてとても気持ちいい温泉でした。本格的なサウナ、水風呂、ミストサウナ、ミスト岩盤浴、コインランドリーも男女別にあり。プールは15時から22時、1人2200円、事前予約不可の先着順、中学生以上。水着のレンタル販売はなし。無料のマッサージ機あり。コーヒー牛乳などの自動販売機あり。170円。ハーゲンダッツ、レディーボーデン、アイスクリーム、カップ360円。ラウンジにひっそりと、アイスクリーム。
残り少な、なんとかゲット、おいしいよ。湯上がりサービスは24時までで翌朝はないよ。その他の施設、14階スカイバーバレル3、17時から翌日4時、14階エステサナティオスパ、ボディケア40分6200円、営業時間13時から22時、最終受付21時、14階アスレチックジム、15時から22時、550円先着順。客室の設備は各階で異なります。自動販売機は5から8階と10階から13階、アルコールは6、8、10、12回。あやたか170円、コーラ180円。ビールロング缶360円、340円。レモンサワー160円、角ハイボール210円。リーズナブル。電子レンジもあり。椅子もあり。製氷機と加熱式タバコ専用室。コーヒーマシーンがある。プラカップがあって嬉しい製氷機は3、7、9、11、13回。アイスコーヒーができます。喫煙室、加熱式3、5、7、9、11、13回。紙巻きタバコ3、5、13回。朝の散歩のすすめ。みかん風味のお散歩ドリンクとお散歩マップです。チェックアウト。チェックアウト時はエレベーターが混みました。精算なしで機械なら秒で終了。お会計です。温泉があっていろんなサービスがあって満足感大きい。うちに帰って江戸前のハゼの天ぷら。次回は大人気の朝食です。バイバイ。また来てね。いいねとチャンネル登録お願いします。